大地獄は暗闇の場所であります。そこにあるものはすべて真っ黒いものです。悪い亡者の悪行の力によって生まれた地獄の鬼たちだけはそこの様子をはっきりと見ることができます。これからの映像は皆様が理解できるように本物と違って少し明るくしてあります。そして他の部分に少々色をつけることもあります。例えば地獄の鬼の目や歯などです。皆さんが大地獄の中の様子を見分けられるために工夫させていただきます。願いが叶ったから飲みます。失敗したから飲みます。成功したから飲みます。願いが叶ったから飲みます。失敗したから飲みます。成功したから飲みます。あるいは破滅のために飲みます。何のために飲んでも、誰と飲んでも、どのように飲んでも、飲む器がどんな形でも、飲む理由が何であっても、全部飲む人の心に刻まれます。そしていつかその記憶が呼び起こさせられます。生前お酒を作る会社の経営者や株主であった人は黒い山の中で強酸性の黒水を作る罰を受けさせられますが、それが終わると山から出され、次に山の麓で罰を受けることになります。そこでは黒くて熱い酸性の水を飲ませられる罰を受け続けることになるのです。
黒い山のふもとでは生前お酒を飲んだ亡者たちがたくさん集まっていて罰を受けています。一人で飲んだ場合の罰。人間だった時、何のために、誰とどういう方法で、飲む器がどんな形でも、全てはその人の心に刻まれます。そして今、それらの記憶が呼び起こさせられます。以前より恐ろしくて残酷な形で呼び起こさせられます。二人またはグループで飲んだ場合、酸性の黒水を飲ませられるとき、二人とも同じ場所に押さえつけられ、そして生前にお酒を飲むのに使った同じ器で酸性の水を飲まされます。大地獄の器は皆黒い色しかありません。その酸性の水は非常に熱く、飲まされればその亡者の体を溶かしてしまいます。全身が溶けるまでそれは続きます。亡者が死んでもまたすぐ生き返ります。このように数えきれないほど繰り返し苦しめさせられます。亡者の激痛は人間のように死ねばそこで終わるのではなく、細胞が少しでも残っていれば同じ苦しみを受け続けるのです。たとえそれが指一本であっても、